はい。みなさん、こんばんは。今プロ YouTuber のカツッパです。12月22日になりました。アドベントカレンダー2021点型90全部 Python で解く。今日は85問目から88問目をやっていこうと思います。85問目はこちら。えー、マルティプリケーション085。星4つですね。問題文は、正の整数 k が与えられます。abc イコール k を満たす正の整数 a と b と c。 まあ大きい順にこう、ちっちゃい順ですね。の組がいくつあるかを求めてください。で、K は10の12乗以下。うーん。まあ、まずこういうかけて何とかになるときっていうのは、一番ちっちゃいとに注目すると、まあ、このちっちゃいやつっていうのは、K の3乗根以下ですね。みたいなことが言えていくわけですね。A が K の3乗根以下で、B が K の2乗根以下ですね。まあ、実際にはもっとちっちゃいです。だから、 えっと、ルート K、B がルート K 通り、A が K の3乗根通りなので、ああ、でもそれは10の10乗ですね、かけたら。ダメですね。十えっ、ー、と、まあ、つまり、A は、えー、K の3乗根、で、B はルート K ってやると、まあ、これが、 k10 の10乗ですから、10の4乗通り。で、b の方は10の6乗通りでかけたら10の10乗でちょっとしんどいって感じですね。んなんですが、まあ、今回 abc イコール k を探せってことなので、えー、イコール k ですよね。ってことは a も b も c も k の約数です。で、k の約数って思った以上に少ないんですよね。うん。で、まあ、多分、野生の勘だと、k の約数そんなにないから、まあ、a と b を決め打てば終わりみたいな。 話した気がします。で、まあ、これに関して重要なキーワードがあって、コード合成数。コード合成数ってのありますね。点結90ではまだ言ってないのかなコード合成数っていうのは、約数が今までで一番大きい整数のことですね。今までっていうのは自分以下の数字です。だからま、数字を大きくしていくとどんどん約数も増えていくんですけど、初めて約数の個数が更新される人たちのことをコード合成数と言います。で、これをま、調べれば、まあ、定義上、あの、 つまり10の12乗以下の整数で合成数の数が、まあ、約数の数が一番大きいのは誰だっていうのを見てあげれば、今回の制約下で K の約数の個数の最大値が分かります。で、こういうすごく便利な、便利な、あの、サイトがあったので、ちょっとコード合成数を見てみましょう。あ、これアルゴ式のやつちょっと分かんないな。えー、っと、10の12、ジェネテじゃなくて10の12乗だから、12乗根ぐらいなんですけど、どこなんだろうな。えー、っと、これは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, あ、だから、これと桁数が、あ、ここですね。K、最大の合成図、これです。あの、コード合成図、これで、6000個ぐらい、7000個弱、約数がありますから、7000の2乗は全然大丈夫ですね。ということで、約数を全部列挙してあげて、そこから2つ取って、どの子うのってやってあげればいいですね。はい。じゃあ、それを組んでいきましょう。085、ドット。 5k イコールイントのインプット。はい。で、約数 divisors というのをしてあげます。まあ、これはもうよくあるね、アルゴリズムの説明とかでも出てくる試し割りを、ルート k までやってあげれば、相方の方の約数も分かって全列挙できるということですね。で、d イコール、イン、レンジ。まあ、1から k でいいや。で、d かける d が k をより大きかったら、ブレイクというふうにしてあげましょう。 で、えっ、ー、と、<noise> ifk%d イコールイコール、not イコール0だったら、まあ、コンティニューしてもらって、<noise> divisors.append d。で、ifk 割ることの d、あ割る d、not イコール d だったら、divisors.append k 割る d してあげることで、す、え、べ、ー、ての訳数が入ります。まあ、相当とかはされてませんけど、まあいいでしょう。で、あとは、 4a in range 1から、ああ、1からというか、どうしようかな。divisors の数、a、を n を divisors としてあげて、4i in range n, 4j in range i 足す 1n ってしてあげて、えーっと、ま、これは a イコール divisors かっこ愛で、 b イコールビビザーズカッコ j という風うなつもりです。で、だから c イコール k 割る a 割る b なんですけど、まあ、まず if k パーセント a かける b, a かける b で k 割れなかったら意味がないので、これが0じゃなかったら、まあ、コンティニューしてもらって c は k 割る a かける b ですね。で、if a ダイナリイコール b ダイナリイコール c だったら、プリント。あーってことはあれか。A と B 同じでもいいんですね。A とか B とか同じでもいいから。こうしてあげて、プリントじゃない。アンサープラスイコール1してあげて、プリントアンサー。といった感じでしょうか。アンスイコール0。はい。ではやっていきましょう。Python 3085.Py。42は5個合ってる。7は1個合ってる。192は16個合ってる。 でさっき見つけたコード合成数さん。うーんと、これ。この人。はい。ちょっと時間がかかっているね。だけど、すぐに答えが出ました。よかった。はい。じゃあ、こちらを出しましょう。まあ、今の様子だと、パイ、そんでダメでも、パイパイではいけると思います。あ、ログインしてなかった。ログインします。はい。キャットアッパーです。はい、あれ はい。貴重なログインシーンをお見せしました。さて、あ、ログインできなかった。えー、こっちなのかなまあ、あの、サイトの数だけパスワードがありますから、よく間違えるんですよ。あ、合ってました。はい。じゃあ、提出していきましょう。Python 対応ということで、提出。さあ、どうでしょうかはーい。えー、あ、ロングアンサーだ。ロングアンサーロングアンサーあんたことある これなんか、何かでバッタ盛り出すそんなわけないよね。バイソン o ゼ3085だった192は16でしょ ?7 は1でしょ ?42 は5でしょはいはい、何が間違ってたんでしょうかネットワークが重いですね。あーネットが死んでしまった。はい。えー、っと、あーなんか t ーもしてそうだけど、 和が1個、TLE が1個。うん。まあ、1個目の和は何でしょう ?1 とか。1か。ってことはうんと、一の時何が起きるかというと、あ、これね。こうですね。そうか、そうか、そうか。はいはい。で、問題は TLE の人で、TLE って何なんだったんでしょうね。まあ、TLE の人がいたので、ね、残ながら。えっと、まあ、この1のコーナーケースはちゃんと、まあ、対応してあげて、 でパイパイで出し直しし直てあげれば問題ないでしょう、えーと。今回は10の4乗弱ある約数の個数の2乗ぐらい時間がかかるので10の8乗ぐらいかかりますね。パイパイなら余裕でしょう。さあ、どうでしょうか。はい。先ほど最初にロングアンサーが出たところを突破したので大丈夫ですね。はい。a c でズ 346ms の下、全然違いますね。スピードが。はい。では次、86問目。スヌケズフェイブリットアレイ。 スぬけくんは、以下の2つの条件の両方を満たす、長さ n の数列 a、a1 から n が好きです。条件1、すべての i 9、9以下か、はい、について axi or ayi or azi イコール wi を満たす。ここで or は、ビットごとの論理は、ビットワイズ or ですね。条件2が、すべての j について aj は2の6乗以下。ということで、まあ、60桁のビット。 あので、リーディングゼロは OK だと思えばいいわけですね。はい。で、スヌケー君が好きなスルーツへの個数を10億7かな、多分。で、割った余りを出力してください。N が12、少ないですね。で、Q、は50、少ないんだが、多いんだが。で、X とか Y とか Z とかまあ、くて、W は言われた通りですね。はい。というわけで、まあ、ちょっと難しそうですね。ちゃんと書いてみましょうか。まあ、A がたくさんあって、 で、A ビットレスなわけですね。00101とか、0100とかがこう並んでるわけですよ。で、えー、っと、例えば、これ9っていうことなんで、要請が9個あるわけですね。クエリみたいなものが。で、1個目の要請が X、X1、Y1、Z1、まあ、これの人と、この人と、この人をオワしたら、W1 になるよっていうやつですね。 で、これなんだけども、ビットワイズだから、あの、これ、一つの条件に見えるけど、これは実は60個の条件みたいなもんで、60個の条件ですね。その、それぞれの条件というのは、えー、っと、これ赤くして、これ、えー、っと、1桁目、まあ、上から1桁目について、オアを取ったら、W の1桁目と一致したよと。で、2桁目、上から2桁目を取って、 おわしたら W の二人目になったよっていう、こう、60個の条件と同じです。で、これをすべて満たせばいいので、まあ、9個の条件に見えて60、60×9 個の条件があるだけですね。で、だからそれを考えると、実は、各何、何ビット目かだけについてだけ見てあげればいいですね。つまり、 えっと、xy、この9個のクエリがあるんで、x1、y1、z1 だけじゃなくて、x2、y2、z2 とか、いろいろクエリがあって、いろいろガンジガラめになってるんですけど、それぞれについて、一桁目がいい感じになるような、n は ?12 個。12個のビット、12ビットの数字です。まあ、ビット列ですね。12個、10を並べてあげて、まあ、この一番上に関しては、9個のクエリ全部、は条件全部満たしてるよ、みたいな。 の個数を数える。で、二桁目についても数える。三桁目についても数えるってやって、全部かければいいですね。なぜならそれぞれ独立だから。はい。というわけで、えっ、ー、と、これを、この一つの何ビット目かっていうのを決めると、01の並びというのは、2の n 乗イコール、2の12乗で大したことないですね。4096ですね。4096通りぐらいあって、あ、だからもうそれぞれについて、9個のクエリをが出されてるかどうか。 っていうのを、えー、見てあげればいいですね。はい。というわけで、X086.py。これ入力はどんな感じですか、M、?n と q が与えられますと。はい。という、で、条件もらっときますか。クエリーズは、まあ、リストの、マップのイントのインテネとスプリット。 フォーラーとかインレンジ 9. プレってあげて、完成。これこうしておきましょう。はい。では、各ビットについて、あ、どうしようかな。まあ、なんでもいいか。なんでもいいですね。なんでもいいので、フォー i インレンジあ、ちょっと、ちゃんと考えましょう。えっと、まず、2の12乗通りについて、この9個のクエリって、 x1, y1, z1 は変わらないんですよ。で、wi, w1 の、まあ、wi の何ビット目かで変わるので、ちょっと9個のクエリの扱い方が変わってくるんですが、見るところで一緒なので、4096通りの全ての整数について、9個のクエリ、50個のクエリですね。9個あります。50個あるクエリの1個目の、この大和の結果0でした。2個目の和の結果1でした。みたいなのを持つと、今度はまなんか50ビットの、50ビットの何かになるわけですね。 で、この50ビットがいい塩梅かどうかっていう話なので、えー、この50ビットごとについてそ、そういう50ビットになるような人は何人いますかっていうのを覚えておけばいいですね。でまあ、連想配列か何かで持っておくといいと思います。でそうした方が、各、1回 2×10 の2乗何 ×9 とかをやってあげて、をすると、まあ、これが決まるわけですね。えー、9 5 0だから、これで、 えー、2, 0, 0, 0, 0, 0ぐらいですね。1, 2, 3, 4, 5, 2かける10の5乗ぐらいです。で、あとは各ビットについては、このビットどうなってほしいんだっけっていうのはデ W を見てあげればよくて、で、その後もうアクセス一発ですから、だからこれに60かかるか、かからないからですね。1, 2, 3, 4, 5, 6, ま60かかってもいいのか。かかってもよさそうですね。いや、でも、かけなかったら確実に Python でいけるから、かけずに行きましょうか。はい。というわけで、 カウントっていうのを作りますね。カウント、そうか、カウントを作ると、あ、連想配列、これ、ハッシュマップなんで大丈夫です。あの、セット、の C++ の STD マップだったらログがかかるんであんまり変わらないんじゃないかと思ったんですけど、変わりました。はい、じゃあやっていきましょう。4ビット列を BIT としてあげて、4イン0から、まあ、2の N 乗までですか ?60, 60じゃない2の N 乗までですね。はい。 で、それぞれについて0だったらってことで、oo, クエリー。クエリーの形っていうのは、x, y, z, w。w 今言いません。in, クエイーズ。はい。ああなので、えっと、アンサーイコール、0とかにしといて、x, y, z としてあげて、ビットの x ビット目と y ビット目と z ビット目の和を取ります。これは、 まあい,いや、まあ、すごく似るとこうですね。z, x, に、これと、これと、これ。えっと、x と y と z。はい。これの、オアだよ、と。ですね。はい。こうしてあげれば、答えが出ます。で、えー、っと、だからまあ、お、オア、オアリゾルトね。 で,で、終わりザルトが0か1かどうかによって、アンスかけるイコールにアンスプラスイコール終わりザルトとかしてあげれば、えー、クエリーの結果をビット列にしたものがアンスに入ってきます。で、カウントカッコアンスプラスイコール1と。で、ここはデフォルトセットというのを覚えてますよ。デフォルトマップか。フロームコレクションズインポートデフォルトリクト。 デフォルト、ディクト、イントとしてあげれば OK ですね。はい。これで出来上がりで、あとは、4、イインレンジ、60、イビット目の話をします。ということで、フォをなんとか、かんとか、かんとか、ず、w, インク u e r リーズとしてあげて、えっと、アースかけるイコールに、アースプラスイコール w、w, のアイビット目について聞いてますと。はい。してあげて、えー、っと、リゾルト、プラスイコール、カウントアップアンサーですね。で、答えこれ多分全然めっちゃ大きくなるから、10億7ですよね。もっとを、えー、10億7にしてあげましょう。三1、1, 2、3、4、5あ、10の9乗。 プラスなのですね。OK ーー。で、まあ、レス、パーストイコール、モードといただければ終わり。プリントレス。出来上がりです。Python 3086.py。さて、こちらの答えは13じゃないじゃないの。はい。では、プリントアンス、カウントアンスしてみましょうか。 はい,はいはい。ああ、0ロが2ゼロが二ですか ?0 が2だし3 12、3が 12!3 が12はちょっとよくわかんないけど。で、1が、ん,あんゼ0が2ってのが面白いですね。0は2個もないはずだから。ああ、そんなことないゼ0は、 ええと、いやん、んちょっと待ってよ。これ本当に13なのか、16ならではあった結果が13になってるのかわかんないですね。いや、でも、いいか。ええと、w,wi だから、ま、あ123の大和が50だし、23の大和が45ですよね。n9、はいはい。で、xyg、1×2。 マスプラスでこれ終わりざると、カードコプリント、プリントアンスしてみますか。えっ、ー、と、n が今4なので、16個くらいしかありません。アンス、アンス0二二三三三ゼロがやっぱり2つあるのが奇妙ですね。えっ、ー、と、ビットとアンス両方出してもらいましょう。0の時ゼロがいい。1の時も0ロ。はい。ああ、わかりました。わかりました。えー、そう、x, y, z が0インデックスなのが良くないですね。 えっと、ナスイコール 1, y-equal 1, z スイコール1ですと。あ、0インデックスにないのが良くないですね。1インデックスにしてあげる必要があります。リストルマップのインットプリンっとっとっ42が良くない。086だったね。0 8 6イです。6.π、ドン。72。これもまあ違いますが、0が1なのは良い,いでしょう。で、2233。そっか。13はどこで出てくるんでしょうか。 うんと、13とか、そっかでも13ってなんか奇妙で、なんかめちゃくちゃ素振るじゃないですか、13って。あれでも見た感じ3がたくさんかかってるのかな。いやでも13は13だよ。13は13だと思うので、あ、ここに13がいるな。ここに13がいて残りの人1ですよね。かけ算して13だとしいんだが七72とか言っております。なんでなんでしょうか はい。こ、ここの3、んたちは何ですかこれは、ビットアンスですね。ビットアンスはいいです。ちょっと置いといて。このアンス、カウントアンスのところで、13が出てくるはずなんですよね。はい。というわけで、レスには、あ、レスかけるイコールだ、これ。すいません、間違えました。これすると、おー、0になっちゃった。うんと、カウントアンスでも、あ,れあ、そか、レスもともと1だから。はい。これすると、13になって嬉しいということです。 ではい。次が、えー、入力連に、どん、合ってる、ということで、合ってたので、ク,ッエクゼリッと .exe に0866ってパイをドバーンと貼り付けて、はい。ケーします。Python、えい、ーはい、えー。どうでしょうか。まあ、あの、今回は気を使って、計算量小さい方で解いたので、すぐに解けると思います。解けました。ありがとうございます。 では、87問目いきましょう。87問目こちら。直大図 Demand、えー。アットコーダー国には N 個の町があり、それぞれ1から N と番号が付けられています。任意の2つの町の間には道路があり、交通費を支払うことで一方の町から他方の町へ移動することができます。単位がスヌーク。はい、アットコーダー国の大臣は、最初に、正路整数 X を決めた後、それぞれの IJ の区について交通費を以下のように設定することにしました。 AIJ ノットイコールマイナス1の時はは、ち I とち J の間を結ぶ道路の交通費は AIJ スヌークで、AIJ イコールマイナス1の時は、X ヌークということで、まあ、交通費はもう決まってる、決まってる道と決まってないというか、まあ、X にさせられる道があるということですね。で、また、直大国王の移行により以下の要求を満たさなければなりません。えー、経路を適切に選ぶことで、I から J までの合計 合計ピースヌーク以下で到達可能であるような組 IJ がちょうど傾向ちょうど傾向で、直大国王の意向を生み出すような X の選び方はいくつ存在しますかということで、まあ要は、うん低めると AIJ が決まってるところと決まってないところがあって、決まってないところは一律で X にするんですけど、まあなんかこの条件、つまりピースヌーク以下で時期できるようなあの町の組がちょうど傾向になるような X が何とれるか調べてくれってことですね。 で、無限項あったら教えて。無限項まあ、そっか。X どれぐらい大きくしても変わんないってことがあるのかね。はいはい。わかりました。えっ、ー、と、なので、はい。そういう問題です、ね。N が40ちっちゃいね。P がでかい。K はありったけ。AIJ はまあ、それなりに大きいっていことで。はいはいはい。えーと、あれですかね。まあ、まず、ちょうど稽古っていうのがややこしいんで、まあ、稽古以下っていうふうにしてあげて、 形く 1>, 1個以下の個数と、K、経低以下の個数も引き算してあげれば OK ですね。はい。で、えー、っと、まず X、まあまあいいや、えー、っと、無限個あるときっていうのは、X をどれだけ大きくしても変わらないところだから、X のところ交通不可能にしといても、 したにピースのグイカに到達可能な組がちょうど稽古存在した場合はダメですね。まあ、それはそれで数えてあげればよくて、そうじゃないときは頭打ちなので,で、あれですね、x を増やすと、この到達可能であるような組数で減っていきますよね。はいはい。だから二分探索が使えますね。えーと、これグラフにすると、これ x ですね。で、まあ、p か。 で、えー、行き来できる個数と。組数という風にしてあげて。すると、最初は X がちっちゃいときというのは、安い道がある。ですね。で、えっ、ー、と、そこの道を使って行き来している人がいるでしょう。で、X がどんどん高くなっていくと、その道通っても最短経路じゃなくなっていて、まあ、やがてある2点間がピース抜くいいから到達できるようになってくるから、どんどん減っていくはずなんですよね。はい、で、これが、 ま、あこんな滑らかに上がりません。こう、こうなるかもしれない。こう、こんな感じなのかもしれないけど、とにかく減っていくので、単調に減るので、えっ、ー、と、これが、ここからここが K 以下。ここからここが K より大きい。みたいな、この点を見つけてあげて、ま、あ今度は K 引いてやってあげて、その間を測ってあげれば、えー、答えになりますね。<laughs> というわけで、だからやることは無限個判定をした後に、えっ、ー、と、それぞれの、 以下になるかかどうかで,、ね、で、すね傾向以下になるかどうかの判定だけど、N がちっちゃいから、C、全点追加の最短経路が欲しそうだから、N3 乗達す N 以上ですかね。これがオベルマン・フォード、違う違う、ワーシャル・フロイド、うん。ワーシャル・フロイドして、ここは、まあ、全部、全部です。全部見る。全部見るというふうにしましょう。はい。そしたら40の3乗ですね。で、それにログがかかるから、 えっと、Python 3, 4 0る4 0る4 0はこれが10の4 0だから、まあ、ログはいくらかかってもいい気がするな。もう一回40入ってもいいくらいだしね。わかりました。というわけで、気兼ねなくやっていきましょう。Emax087 と Pi。n イコール、n イコールですか ?npk ですね。npk をもらいます。はい。で、え、ああ、 これエッジですね。まあ、エッジエイセントグラフだと思って。a イコールリストの、えっ、ー、と、n かけれるんだら、コーナーの概ンレンジ、n。リストの、マップの、イントのインプットシスプリット。はい、こうですね。はい。で、頂点0インデックスでいいでしょう。はい、でやっていきます。えっ、ー、と、デフカウントみたいなの作ってあげますか。で、x を指定してあげて、 D は A のコピーにしたいですね。A のディープコピーが欲しいけど、めんどくさいな。えっ、ー、と、まあ、い,いや、こう、B、e、イコール最初、こう、インフィニティが、インフィニティがかける N、こうな、まのイメ N みたいなやつにしてあげましょう。まあ、インフィニティね、定義してあげましょうね。インフィニティは10の20乗ぐらいです。18乗にしとくか。勘弁してあげてるだけやで。で、 4i in range n, 4j in range n. で、if a かっこ i かっこ j, ちょっとイコルマイナス1 d、d かっこ i かっこ j, こ a かっこ i かっこ j で、else,、まあ、d かっこ i かっこ j は x. はい。で、えー、何するかっていうと、for, i, あ,あれですね、ワーシャルフロードですね。r i in range n, 4j in range n, 4k in range n. ちょっと焦点増やしていく感じですね。えー、っと、えー、d 括弧コ i, カッコ j カッコ形は、min の d 括弧コ j カッコ形か、d 括弧コ j カッコ i プラス d 括弧 i 括弧 K ですね。おめでとう。はい。で、あとは、うーんと、for answer イコール0にしといて、4i in range n, 4j in range i プラス1から n, えー、if d カッコ y カッコ j _が p 以下ですね。p スヌーク以下なら ans プラスイコール1リターンアンスはい、これで数えられました。で、あとは二分探索ですね。ボトムイコール、えー、x は、x って正の整数でしたっけ正の整数なので、ボトムは、ボトム、ボトムは絶対にダメというふうにしときましょうか。んんんんどうなんだっけはい、ボトム0で、 えっと、で、トップをめちゃくちゃ大きいの、P、P ですね。P スヌーク以上になったときに何も役に立たないのでそれ、その辺は。はい。で、やってホワイルトップ引く、ボトムが1以上の間、ミドルっていうのはトッププラスボトムのなんか半分で、<laughs> if、えぇ、ー、カウントかコミット。ああで、ちょっと待ってね。えっと、def、 かソロブ、ソロブ系ってやって、えっ、ー、と、傾向以下であるようなものがいくつあるかっていう風なのにしたいと思います。はい。で、トップ引くボトム、ダイナイコール1で、ミントイコールトッププラスボトム、割ることの2、カウントミットが、系以下であれば OK ですね。で、K、以下であれば OK だから、OK ですね。必ず系以下であるのはボトムとトップどっちかっていうと、 あー、これはわかんないですね。でも、トップ、トップ、K 以下、トップの方は K 以下であってほしいですね。トップイコールミット。エルスえボトムイコールミット。で、トップって最初、あの一番ちっちゃいやつじゃないですか。ちっちゃい方の端っこだから、ここが K 以上だったらもう、もうどうしようもないあの。答えゼロなんで、それは言っときましょうか。えっ、ー、と、 あれ、if、えっと、bottom、あ、ちなみに、if、count、top、あ、p、plus, t, しょっか。はい。count、top、まず、イコール、k だったら、return、infinity して、えっと、if、count、top が常に、k より大きかったら、return、0です。はい。シビアですね。 0より大きかったらもうないけど、ちょうど k だったらもういくらでもとって大きくできちゃうから、infinity。この時点で k より少なかっんあ、違うか。k か。k 以下が。あだよ、k より。まあ、一番端っこが k だときに困るんですけど。あ、うん、まあ、そっか、それでいいのか。はい。 で、あとは、はい。えっと、K カウントは、ソルブ K。K1 カウントは、ソルブ K-1。アンスは、K カウント -K1 カウントなんですが、えー、っと、If、IfK カウントが、なんかインフリーにだったら、 プリントインフィニティ。私、エルス、プリントアンスかなこうな気がする。いや、今ね、端っこの処理ね、めちゃくちゃ適当な議論で終わらしちゃったから、嘘ついてるかもしれない。嘘ついてるごめんなない。えい、なんか怒られた。なん、何を引き算できないやと。リターンしてないな、この人。リターンしましょう。えっ、ー、と、リターン、ああ、で、何をリターンするんだっけ。えっ、ー、と、そういう X はいくつかだから、 あ,あ、ちょっとね、だから、ボトム、ボトムダメでトップだから、トップ。えー、っと、これ、K 以下だよね。あ、ちょっと、ね、そっか。えー、っと、あんま、いや、これめんどくさいな。うーんと、だから、一旦ね、一旦、無限ではないことにしたいから、if、カウントの、カウントのトップっていうんですか これがちょうど K ポップというかカウントの P プラス1みたいな模様は,は X の辺あの使わないことにしてもちょうど稽古ですって時ときはプリントインフィニティするしかありませんで、グジッしましょうで。そうじゃないときですね。そうじゃないとき数えられるから、ここら辺の恐怖はなくて、えー、っと、で、だから、最初からもう鼻から無理ですみたいになることがあるよと。で、カウント、 本の人がもうすぐ経緯が大きかったらもうないから、これがリターンでればいいんですね。そうじゃない場合は、トップは少なくとも経以下だよということで、ああで、はいはい。だからトップ、トップというか、p たす1トップしましょうか。p たす1トップを返しましょう。はい。で、そしたら差を取ってあげれば OK ですね。はい。お、なんか置かれた。else が変だと言われました。どこでしょう ?if。 んどこだえー、52行目今なんかスペース切れたら51かもしれない。あ、こうか。はいはい。こうでしょう。I、さん、いいですね。次、こちら。こちらは infinity です。infinity, great.the last one. これ42、正解です。じゃあ、これを提出していきましょう。087.py。ット p y p y t h o n p y t h o n よいしょ。あれあー、クイックに入れて、置いてやって、提出。 さあ、どうでしょうかまあ、これは、ちょっと、まあ、素直ですね。素直な二分探索です。はい。で、スピード的にも大丈夫そうなので、よかった、よかったってことですね。はい、じゃあ、これが終われば次は、今回最後の問題ですね。なんか急に遅くなりましたね。部分点もない問題だと思うんですが、どうしたんでしょうか頼む、頑張ってくれ。はい、1000ミリセカンドですね。ま、あいいんじゃないでしょうか。 はい。最後、88話目です。similar but different ways 星6つ。今回星7つないんですね。気楽ですね。はい。N 前のカードがあって、各カードには H から N までの番号が振られています。カード I には生成数 AI が書かれています。E8 くんとスクエアくんは、これらのカードから、それぞれ1枚以上のカードを選びました。両者のカードの選び方について、次の条件を全て満たすことが分かっています。えっ、ー、と、E8 くんが選んだカードの総和と スクヤ君が選んだカードのソアは等しい。うん、で、i イコール1から9に対して、カード xi と yi の両方を選んだ人はいなかった。これが多分厄介なんでしょうね。で、両者が選んだカードの集合は等しくなかった。うん、両者のカードの選び方としてあり得るものを一つ出力してください。ただし、イハチ君、スクヤ君両方が選んだカードが存在するかもしれないことに注意してください。うん。あ、そうですね。はい。 そう。集合が一致しないだけですからね。両方選んでもいいと。で、N が88以下。角は少ない。Q。あまあ、なんか、選んじゃいけない集合に関しては、割りっけあるかもしれないと。で、A は1以上で、相和が、相和が8888 88以下。うーん、相和を抑えるんですね。で、えー、っと、XY はまあ、はい、はい標準化してますよと。入力は全て整数条件を満たす。条件を満たす角のやり方が存在する。これは、 一般に言えることではない気がするな。あの、Q が、もうどの二つも一緒に使わないでくださいってできちゃうんで、どの二つも一緒に使わないでくださいにして、で、しかも同じカードを選ば存在したらい,いんですよね。まあ、これは N の N が大きかろうと少なからからできて。だから、これは普通にちゃんと探せよって話ですね。探せばあるから探してくれよって話だから、こういうのってまだ、ね、なんかだいぶ特殊なんですよね。 問題の性質から選び方が分かんなくて、ただ単にちゃんと全部見てみてくださいってことで。で、あれでしょこの相和がちっちゃいんでしょで、相和が一致するってことだから、同じような、はいはい、相和になるように2個選んできてもいいってことだから、これは鳩の原理ですね。えっ、ー、と、つまりですね、まあ適当にこ,うこの条件、9個の条件を満たすようなカードの選び方を8888 88個より多く取ってくると、必ず相和が一致する2組が出てきます。で、その2組を 出力すればいいということですね。だから、百8 8 9回出力すればよくて、で、この9個の選び方に関しては、とりあえず全部あの順番に出していけばいいので、うん、えっと、ちっちゃい方から順番に決めていって、つまりあの使うか使わないか、使います、使わないですいうことで、で、使うと、他にこの人使わないでくださいみたいなのが決まってくるんで、まあ、それを覚えておきながら DFS でもしていきましょう。で、そしたら、オーダー N たす9ぐらいで、 えー、dfs を割るので、えー、だからまあ n 乗か、n 乗かける、n, n 以乗かける8889とかしてくださいだから、これは10の4乗で、これは10の4乗だから、10の8乗ですね。まあ88なんで、ちょっとちっちゃくなるんで、だいぶいいんじゃないですか。まあ Python でいけなくても PyPy パイパイでいけるだろうっていう感じ。 です。じゃあやっていきましょう。ハタノス原理。ハタノス原理はね、気づけば早いんだけど、まあ今は早く気づくからよかったけど、気づけないともう全然わかんない。不思議な問題ですよね。で、スプリットして N9 きました。A はリストのマップのイントのインプ,インプットドスプリットですね。はい。で、クエリをもらっていきましょう。で、クエリはバン。バンというふうにしてバン。これ、カッコ。えカッコ、フーナー、レンジ、スイッチとかしておきましょうか。 で、for, q, in, range, あ、ちょ、for, とか in, range, q, して、x と y を一回もらうんですけど、で、あ、x の方がちっちゃいことがわかってるので、番格好、x と p p ペン d y っていう風にしていきましょう。あ、どうしようかな。普通に、親を見ようか。割り、自分、 左から順番に決めていきますよ、ということで、何使った何使ってないというのを覚えておくんですけど、その結果を、後ろの方を決めるときに、自分に関係ある人、もう使ったかしらっていうのを後ろ向きに見るというふうにしてあげればいいので、こういうふうに Y から X を見るようにしましょう。はい。で、あとはやるだけかな<フ> d f d f s d f s か。DFS を書くとね、めんどくさいんですよね。あの、最近になるんで。まあでも最近深くないからいいや。はい。では、えっと、 どうしようアン,アンスアン。アンスというか、アンスイコール、なんかその、8888大きいので、アンスは、なんか空の配列からというか、まあ、何かける8889、8899にしときましょうか。ゼロインデックスとかが怖いので。はい。まあ、とりあえず、相和は8 8 8 8以下だから、まあ、こうしておけ大丈夫です。で、 fdfs することにしましょう。をえ今何個目を決めてますよっていうのを n にしてあげて、if n イコールイコール n だったら、いや n、n プラス1だったら、今1インデックスでやろうというふうになってますから、これは、相和相和が欲しいので、で、そのどんな配列かっていうのはここで持っておきましょう。だから、えっと、use、ユー e みたいな。 セレクテッドみたいなね。セレクテで、えっと、アンス、カッコ、サムあの。サムはサムオブ、セレクテッドですね。if、フアンス、カッコ、SM が、なん何だったら、まだその、相和のやつはないので、アンス、カッコ、SM に、えー、っと、この、セレクテッドのコピーを置いてあげましょう。こんな感じで。はい。あれこれ、イズの方がいいのかな そうじゃなかったら、同じのが見つかったので、えっ、ー、と、なんだ、これ答えどういうふうに言うんですかなああ、B と C に入れるんですね。まあ、B イコールアンスカッコ、SM にして、C イコールセレクティブにして、何まあ、終わり。アウトプットして、エグリットチェいうふうにしましょう。はい。で、これは終わ,終わりの合図ですね。で、そうじゃないとき、f をアディ DFS、N コミを選ぶときなので、 え、使う場合と使わない場合やりましょう。おお、はい、いん、あ,あ、ちょ、っとセレああ、セレちょ、っとセレクテッドは、ブールの方がいいね。フォルスかける、エンドプラス一方にしておいて。これ、アンスどうしようかな。えー、っと、アンス、エンサまあまあ、セレクテあまあここの方がいいか。えー、っと、こうしといて。だから、この、いやまあ、いいか、セレクテッド。 でサムはセレクトじゃないから、えー、っと、サムは、なんか、x ク x i n あ、違う、えっと、a 括ッ x。あここで、めんどくさいことになる。x-14xin, レンジ1から n プラス1 if selected x みたいにするのかな内方表記やったらあ、1インデックス0インデックスは入り混じってもう汚いコードです。今、気合でなんとか整合性取ってます。 はい。で、B、B アンサイ、これで SMC はセレクテッド、すみませんか、セレクテッドになるから、まあだから、セレクテッドから3、実際に作るやつ、作りますか。デフ、ト o ーリスト、t ゥーリスト、よし。これ SL は、えっと、こんな感じ、こんな感じかあ、L、リターン、リターン、5。 あ違うな。ああ、これめんどくさいな。えっと、サムはそうやって求めたいよ。まあセレクティッドはもうセレクティッドでいいや。セレクティッドを持たせておきます。で、b イコールアンセス m、c イコールセレクティッド、アウトプット。アウトプットするときに気をつけてください。それは後でやります。で、for i in 何でしたっけえっ、ー、と、あ、番格好、n ですね。えー、まあ、i か。はい。まあ、あざ、h e r if、if selected o えっと、OK イコールトゥルーなんだけど、もう疲れたら OK イコールコールスにしましょう。で、IfOK、OK、だったら、えっ、ー、と、Selected カッコ、N イコールトゥルー、DFS、N プラス1してあげて、Selected N をコールスに戻してあげるというふうにしましょう。で、あとでもう一回 DFS、えー、N プラス1をしておしまいです。 はい。じゃあ、あとアウトプットですね。def, output. えっ、ー、と、b と c がいますから、b.b, c でいいか。アウトプット、ハンスカ sm, selected ですね。で、b と c もらいます。で、それぞれ使ってるかどうか配列なので、まあ、でも、x は sum of b だし、y は sum of c だからやりやすいですね。あとはリン、print, x, for, で print, どうしましょうかね。えっと、こうやって for, i, in, あ、i, for, i, in, range, 1から4プラス 1, if, b かっこい y, print, y. ここは欲しいですね。 はいこれでいいんじゃないでしょうかであとここはセレクティでセレクティの中身いってるけどこれはハイレスだからグローバルにしなくてオッケー。はい最後に DFS を一発んで終わり d f s 一出来上がり本当に本当かよしじゃあ iPhone305 でハイキロットパイよろしくお願いします入力イ1の場合はだーんなんか怒られたリストインデックスアウトブレンジアザインバンバンってなんだっけ あ、これか。あれでも N、N は今 N, なん N、N 何ぼですかあ、これあれだ、リターン開いリターンしてないから、いつまでも行っちゃったんですね。あ、で、2、1、3、1、5です。えっ、ー、と、1、2、3、4、5。あれえっと、ば、カード、カードはカードって何インデックスカード1インデックスですよね。 んうよ4、2、3、4、5と3、1、3、5ですね。えっ、ー、と、で、別に1、3、1、3、1、5もいいはずです。で、えっ、ー、と、この度、1と2とか1と4は同時にやんちゃいけないんだけど、3と5はやっていいので、5、由2ということですね。これで OK。2、6、2、2の場合は、2、4、5、9と2、4、6、7ですね。で、差分取ると、5、9、6、7、9。あ、5と6、7ですね。あ、いいんじゃないですか。はい。 2459は取っていい取り方まあ多分バンしてないですね。はい、いいんじゃないでしょうか。はい。ということで、良さそうなので、Flip. f l i p e g ゼ 088.py。よろしくお願いします。ハトのすげえにで一色だぜ。よいしょ。うん、でもこういう問題って不思議なんですよね。必ずあることが保証されてるっていうところがね。はい。というわけで、正解しました。今回は、ね、星7がなかったのと、途中で詰まることもなかったので、えー、スムーズに来ましたね。 というわけで、次が残り2問で、89問目と90問目なんですが、これっていうのがね、星7なんですよね、両方ね。というわけで、次は2問しかない、2本しかないですけど、長い動画になると思います。お楽しみに。